暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。皆様こんにちは。自分を深く知るためにはまず聞くことから始まる、そう私は捉えています。自分の気持ちや思いを聞くこと、その時その時感じたことを捉え味わいつつ、正直な自分に出会いながらその自分を自覚し深めていく、それが自分を聞き、自分を深く知り、自分となっていく人生、そう私はいただいています。沈黙、人は沈黙状態になると慌てたり落ち着かない気持ちになったり、また間が空くことに不安を感じたりしがちですが、私は沈黙も大事な一つの言葉、そう捉えています。声としては聞こえてきませんが、顔の表情や声のトーン、体全体から出しているボディーランゲージという言葉です。言葉には耳に届く言語と耳以外で感じ取る非言語があります。沈黙も非言語という一つの大切な言葉、むしろ人はこの沈黙の時を通して自分と向き合い、自分を待ち、深め知っていくものでありましょう。言い換えれば、魂の沈黙は自分の深い領域へと誘ってくれる命への道、尊い言葉、そう痛感しています。日々の中で、人生の中でいろいろなことを感じ、考え、先の見えないことにとらわれてしまうこともたくさんありますね。だからこそ自分と向き合う沈黙が不可欠となりましょう。私はそのような時、一つの御言葉に戻ります。それは魂のふるさとのような居場所の一つとしている聖書の箇所です。主よ、私の心はおごっていません。私の目は高くを見ていません。大きすぎること、私が及ばぬ驚くべきことを追い求めません。私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように、母の胸にいる幼子のようにします。この御言葉から今まで、そして今もなお多くの響きと勇気をもらってきました。そして私はこの箇所にとどまるたびに、はい、そうでしたと大いなる存在に心から頭を垂れ委ねます。心を裸にするように、全身を耳にするように、新たな自分に出会ってきた命への一つの御言葉です。またある時、この箇所から私は自分を手放すことも習いました。それは自分を委ねる、任せるという聖なる委託への学び、道への始まりでした。そのきっかけをくれたのは、私がいただいている病気、筋肉が徐々に進行しているという障害からでした。医者の説明では、今の医学では完治しない、筋肉が弱っていく進行状態も不明であり難しい病気ということでした。それによって、私は時間の捉え方、感覚が変わってきました。当たり前ということ、それは誰を、また何を基準とした見方、考え方なのかと、例えば夜目を閉じ眠りにつき、
朝目が覚めること、これは特別ではないごく自然な生活リズムでしょう。2本の足で重たい体を支え動き歩けることも、口にした食べ物が内臓で消化されていくことも、物を取るとき指でつまみ上げられることもごく自然で当たり前のこと、また心臓をはじめさまざまな内臓器官が動き続けてくれているということも、これらごく自然で当たり前のこと、そのことに対してあえて意識し改めて味わい直す人は少ないでしょう。ですがこれらの営みやさまざまな事柄が当たり前のことでなかった、そう立ち止まったり意識せざるを得ない状況になった時、人はこの当たり前だと思っていたことに感謝し畏敬を覚えるのかもしれません。私はそのようにいただきました。そして時の刻みが変化していきました。この感覚や意識に気づき始めると、自分の中で魂の沈黙の質も変わっていったのです。先の見えないことは見えない、わからないことはわからない、その答えを見つけるために限りある命のエネルギーをそこに使いたい自分がいるのか、あるいは分かっていることは何なのか、魂の沈黙の中で正直に自分に聞いていきました。内なる声とともにおられる大いなる存在、神の懐に行こう沈黙の中で、そして自分なりに分かった唯一の先のことは、動けなくなる時が人よりも早くやってくるでしょうということでした。その時から私は先のことに思い煩いすぎたり考えすぎたりしないこと、今今日という時間の単位で生かされている自分の時を、一日を、人生を捉えながら限りある命のエネルギーを注いでいく過ごし方をしたい、そう自分なりに答えを出しました。言い換えれば、限りある命を逆算しながらできることにエネルギーを注ぐ生き方、限りあるエネルギーだからこそいただいているありがたいエネルギーは省エネで使わせていただきながら自分を捧げていきたい、そのように思うようになってきました。すべての人、その一人一人の命を祝福し、しっかり生きておいでと、それぞれの両親を通してこの世に生み出されたその一人一人の命が、神の時の中で精一杯生きると、よくやったね、よく頑張ったね、ご苦労さん、もういいよ、こっちに戻っておいで、そう呼び返されるのが死だと捉えている私、神のもとへ呼び返されるその死の時がいつ来るかは分かりません。分かっていることは、今生きている、今日生きているということ、そこにエネルギーを注ぎながら人間の自分が分かること、できることに焦点を当てながら過ごしこたえていきたい、この生き方でいいですねと自分自身を差し出せた時、私の中に深い平安と解放が広がってきました。自分を聞き、自分の限界ある現実をいただくことは、
自分が清うのではなく、魂の沈黙が教え導いてくれる。それは力を抜いて動く薙刀の動作に似ているなと、元気だった頃の感覚を思い出しながら、一つ一つに込められている尊い意味、それに触れながら、人は自分を知り深められている存在なのだと痛感しています。この魂の沈黙の中に宿されている計り知れない命の道をいただきながら、人は誰でも先のことはわからない、ですが分かっていることは今この時のことでしょう。イエスが今この人に救いがとか、今日この家に救いがと、時の中に秘められている救いが強調されているように、私もこの喜びある福音的生き方に生き生かされてまいりたい、そう切望しながら、今を生きる、今に生きる命の足跡を刻みながら、自分を聞き、自分を深く知り、命へと生きるものになってまいりたいものです。毎日がイエスと共に新たに生まれる命の誕生クリスマスのように、毎日が日々を過ぎ越していく復活への過ぎ越しイースターのように、生と死と復活という命のサイクルの中で、今を今日をいただいてまいりたいものだと思います。それでは皆様ごきげんよう。私は魂を沈黙させます。私の魂を幼子のように母の胸にいる幼子のようにします。詩編 131-2。 この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、上村隆夫さんの元気に生きる、森田直樹神父のイエスと友達の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。